愛使用事情と申します。祖父の代から私で3代目になります。創業して大体およそ70年くらいになります。御三家と言われる紅白三家、昭和を中心にして、あと光物もすごいすごいな、変わり変わりに作っています。2倍の息というんですかね、そういう息が作れるような粋な品種を作るのを提供しています。買ってすぐダメ、その時綺麗だったけど、すぐダメになったというのはやっぱり私もお客様に対してはいいと思いますので、なるべく大きな石を矢を使って長持ちするというお話を考えですけど、こだわってることですかね、やっぱり水作り、そして餌のことですかね。まあ市販の餌をそのままやるんじゃなくて、まあ、毎年もっと良くなるように工夫は加えてます。自然食品しか気がしませんけど、まあ、化学物質はやっぱり怖いこともありますし、まあ、あとなるべく抗生物質で薬は使わないように。去年から始まったコロナウイルスによって、なかなか足を運べる機会も少ないと思いますが、ウェブサイト上でいろんな活動、PR 活動をしておりますので、それをご覧になって、またお電話、メールなどいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。